クローバー王国国王の登場だ。国王、そういえばこの国の国王ってどんなやつなんだ、知ってるか。ユノ知らない。よかろう、不届き者、この世の魔法見せてやろう。よっ、世の圧倒的魔力、すぐ横に立つな。ヨが目立ったんだろ。あ、はあ、お父様、万歳。もっとよくないか。急にブチ切れた。あ、言えねえ。国王ぞ、ヨは国王ぞ、この国で一番偉い女だぞ。代々受け継がれてきたこの神々しきマネオ、ヨの考えが、ヨのルックスが、ヨの何もかもが正しいのだ。魔法で選んぞより、ヨの方が偉大なのだぞ。皇帝が王様ならいいのに。国王、落ち着いて落ち着いて。おのれユリウスめ、こやつばかり人気を得よって。ええと思ってるのは、魔法帝や団長たちで国王じゃないんだけど。俺今まで王様がなんかすげえことした話一つも聞いたことないし。ああいうのあるか。いや、すげえ魔力あるのに国民のためには何一ついいことしてくれたことないってことだろ。そうかな。俺魔力ねえからかいまいちよくわかんねえんだけど、なんかあの王様オーラないっていうか器小さそうっていうか。おいヤスタ、空気読め。こういう時は本当のことを言ったらダメだぞ。え、めちゃやばい。そうなの。こいつはその手柄は静かに。この方式を取った理由は、ああ、これはそのほっほん、対白夜の魔眼戦では様々な団が協力して戦う必要がある。おいしいところを持っていかれ。アウグストスキーラクローバー13世国王陛下。なんじゃ大声で。どうぞ先ほどの話の続きを。何が続きだ。横から長々話し合って、もう何も言うことがない。あ、そういえば白夜の魔眼のアジトってどこにあるんですか。うん、ムカつく下面にしてはいい質問じゃ。それはこれから我らが向かう白夜の魔眼のアジト、それはヨーバスにあさんか。まったくグズグズしよって。ヘイズ狂い咲き。ですよ。けけ、斬撃をえぐりやがった。いいぜいいぜ。